ヤクザ呼ばわりで大炎上し逃亡立憲民主党杉尾秀也24日に立憲民主党の杉尾さんが自民党の2回元幹事長に対してヤクザなどとの暴言を吐いてしまい冷やがさとし大炎上してしまっております杉尾さんは炎上を確認された後に暴言を削除し暴言の撤回や訂正も謝罪もなく逃げてしまわれたためさらに 火にあばらを注ぐ形になってしまっておりますが、まあ、こちら国会の質疑における発言であれば免責特権がございますが国会の外で暴言を吐いた場合名誉毀損や侮辱などと判断される恐れがございますまた杉尾さんは国会において岸田総理は国民に信頼されていないなどと発言されておられましたが 立憲民主党の支持率はその岸田内閣の支持率の数分の1となっておりますので、まあ、さらに信頼されていないことになり、このような暴言が原因の一つだと思われますけれども、杉尾さん、今後は社会人としての最低限の常識は守っていただくようにお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました